皆さん元気にお過ごしでしょうか。 MS でございます。今回も当チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。はい、それではですね、今回のパッケージはこうなっております。もうさらっといきますね。 MG3 ですね、こちらになってます。ちょっとね、大きめのパッケージになってますね。でも初めからもうこの開封されているというね、いつも仕様になってますけども、まああとは段ボールですね、いつもの。ちょっとね、中身の方見てみたいと思います。はい、中身はこうなっております。見るとこからですかね。まずストックですね、はい、入ってます。そしてナーフ弾と空薬莢ですね、こちらが入ってます。20発ぐらい入ってんのかな、はい、そしていつものなんちゃってスコープですね。そして今回はドラムマガジンがついております。あとは、プラプラプーラプラのバイポットですね。そして、オレンジ色がまぶしいハイダー部分ですね。あとはバッテリー充電器と本体とバレルですね、こちらがついておりますね。あとは説明書ですね。お、なんだこれ、お、本体の方、お、すげえすげえって穴開いてるけど、お、すごいですね、これ。ハンドルのとこにも、ここのスチロールが入ってますよ。お、こんなん初めてだ。ちゃんと折れないようにしてある。すごい。中華で初めてこんなの見た。これでも、お、ここにもついてますよ、スポンジ。ちゃんとサイトが折れないように。すごいな、今回の業者さん優秀だな。まあ、箱はボロボロですけどね、いつもの。はい、それではね、ちょっと組み立てていきたいと思います。まずはバレルの方ですね。これがナフ仕様ですね。回して入れると。あ、これ分解楽でいいですね。ますね。そしてストックですか。これも上から入れるタイプですね。これは中華風ですね。はい。そして、ハイダーを取り付けると。これで完了ですね、一応は。まあ、こちらの方のバイポッドもありますけど、もうちょっと今回は取り付けないでおきますかね。どうせ邪魔にしかならないですし、相も変わらずスカスカですんで。とりあえず本体はこれぐらいですかね。そしてあとはいつもの、なんちゃってサイトですね。これ何の意味があるのかわかんないですけど、いつも通りですね。で倍率、ちょい倍率が。ついてると思います。はい、まあ、これももう飾りなんでもうつけないですね。で、まあ、一応ドラムマガジンをつければこれで完成ということになります。まあね、かなりちっちゃいですよね。はい、それではいつも通り左側面からチェックしていきたいと思います。こちらですね。冒頭でも説明した通り、オレンジ色のハイダーが眩しいです。はい、でこちらハンドガードの部分ですね。まあ、僕のはタンカラーを選んだんで、こういう仕様になってますけども、あと迷彩となんかわけのわからん色があったような気がします。はい、謎の印刷物が入っています。右から見るとこういう感じになります。とですね、一応警告文もついてます。上から見るとこういう感じですね。まあ、一応レールついてますけど、またなんちゃって 20mm かとは思うんですけどね。下から見るとこういう感じですね。こちらもなんちゃってレールがついておりますと。そして後ろから見るとこういう感じですね。はい、まあ、サイトはまあ狙いないですよね。なんかついてます。まあ、一応可動式になってるんですけど、これ。まあ、別に押さなくても、これもただ単に上下するだけなんで、ここの調整は効かないと。あとこちらの方も前後に対応可能という形になっております。そして前から見るとこういう感じになってますね。まあ、ナーフ弾を使うんで大口径のマズルとなっております。
で、可動部分はですね、こちら、まあ、トリガーとですね、こちらがセーフティーとオートになってますけども、フルオートとエアコッキングになってます。なので、セーフティーはありません。可動部分はこちらはこれぐらいですかね。で、まあ、説明した通りサイトは動きますと。で、こちらがマガジンキャッチになりますね。こちらを抜くと抜けると。相も変わらず M4K の仕様となっております。そしてコッキングハンドルを引けば、このようにエアコキで打てるという形になります。そしてですね、こちらからバッテリーを入れるようになってますね。こちらの方からですね、こちらバッテリー。サイズはですね、7.4V ですね。こういう仕様のバッテリーになっております。で、バッテリーの方を接続しまして、そしてこちらに放り込むと。どっち側が正しいのかな？これで入るかな？よいしょ。配線も適当に押し込みまして、いつも通りですね。こういう感じですね。そして、蓋を閉めれば完成と。で、今セレクター、これが多分電動の方ですね。こっちのセレクターと逆になっているのかな。まあ、これもあるあるですよね。これで今エアコキの方になっていますと。ウォーキングハンドを引いてもう一度、打てばエアコキで打てると。そして、オートの方に入れますと、はい、このような感じで動きます。まあ、いつもと同じでね、オープンボルト方式の動きとなっております。まあ、マガジンを抜いても、特にセーフティーがかかるというわけでもないですね。はい、動作の方は以上になっておりますので、次は排気テストの方をやってみたいと思います。はい、それではですね、排気テストの方をやっていきたいと思います。カートリッジはですね、18発ついていてですね、相談数がなぜか17発しかもう入らないというね、これでもう目いっぱいですね。で、ここのね、リップの部分がちょっと、このようにですね、炸裂するぐらいね、弱いんですよね。全部ばらけちゃいましたけど、なんかね、すごい、ここが弱いです。強度がないですね、全然。なので10発ぐらい詰めてやってみます。はい、マガジンの方装着し終わりました。もう油断するとですね、勝手に射出しちゃうんでね、ちょっと恐ろしいですけどね。まずはね、エアコキですね、こちらでいってみたいと思います。打ちます。はい、問題なく。排出されてますね。はい、それではですね、次はフルオートですね、連動でいってみたいと思います。はい、特に問題もなく快調に動作しました。まあね、サイクルはちょっと遅いですけどね。それではですね、初速チェックと 4m の実車行っていきたいと思います。はい、それではですね、初速チェックの方を行ってみたいと思います。今回はですね、まあ付属ダーツですね、ノーマルの弾頭と吸盤ですね、これに加えていつものバンブーダーツですね。そして今回は、新たにご用意しましたバンブーダーツ、これ3節になってますね。前のはこう2節だったんですけども、今度は3節のバンブーダーツ、これは新たにね購入しましたんで、まあ、これでどれぐらい初速が違うのか、まあ、各5発ずつですけど手動エアコキで打ってみたいと思います。はい、それではまずですね、通常のついていたノーマル弾頭のやつですね、こちらの方を打ってみたいと思います。まず1発目ですね。はい、17.3。 18.4。18.3。 18.9。
ちょっとね、最終球弾がいつもおかしいですね。はい、19.0 と。続きましては9番ダーツ5発ですね。17.5、 19.8、 18.6、 19.1、 19.4 と。まあ、付属ダーツの方は、18球ぐらいのあたりをの初速になりますね。次はバンブーダーツ行ってみたいと思います。はい、続きましてはね、バンブーダーツ今まで使ってた2節のやつですね。で、球はですね、ちょっと見にくいですけど、奥まで押し込みました。こちらのお尻の方まで入ってます。 では一発目いきます。 15.5、 17.3、14.0、 17.5、 15.4 と。ちょっと低めですかね。今までだったら性能上がったのに、最近ちょっと上がらないですね。はい、最後は、3節のバンブーダーツ行ってみたいと思います。19.9、 21.9、 23.7、 16.1、 21.4。 三つ節のやつがね、やっぱりちょっとだけ初速上がりましたね。まあ、二節のはちょっとね、だいぶと使ってるんで、その影響もあるのかもわかんないんですけども、まあ、ショートダーツ、三つ節、初速上がりました。それではですね、4メートルでね、どれぐらい命中精度が変わるのか、やってみたいと思います。ついでですんでですね、発射サイクルもちょっと見てみたいと思います。では、いきます。最後詰まっちゃいましたね。はい、発射サイクルの方はですね、174rpm、 こういう形になっております。はい、それではね、 4m 実射の方を行いたいと思います。こちらですね、5発ずつですね、ノーマルと9番ダーツ指切りで打ってみたいと思います。はい、それとですね、今回はこのバンブーダーツですね、いつも使っている縁が2つのやつと3つになってるやつですね、こちらの方もちょっと試してみたいと思います。はい、それではですね、ノーマルダーツの方から打ってみたいと思います。狙いはいつも通り中央ですね。だいぶとね、サイトはね、上向きになるようにしてあるんですけどね、いきます。最終弾ですね、装填不良が最近多いので、ちょっと手動で、装填されないですね。はい、じゃあ付属ダーツはこういう感じの結果になっております。はい、続いてはバンブーダーツの方行ってみたいと思います。弾はね、一番奥まで詰め込んだんで、こちらも5発ずつ、こちらはちょっとね、手動エアコキで打ってみたいと思います。ただね、ちょっとね、スカスカなんでね、飛ばないかもわかんないですね。
これは初めは、2節のワンブダースでいってみたいと思います。続いては3節のワンブーダーツです。ワンダーツの方は以上のような結果となっております。はい、皆さん今回の動画いかがだったでしょうか。ドイツのですね MG3 をスケールダウンして再現した廃墟式の電動ナーフ銃ですけども、まあね、面白いのは面白かったですね。で、本当はですね M249 が欲しかったんですよね。まあ、ジョニーさんが動画上げられてるんですけども、中身はね一緒だと思います。でね、ジュニさんの方がね、PayPayフリマとかヤフオクで買えますよっていう風に教えてくれたんですけども、まあちょっとね、遅かったのか、ちょっと買えなくてですね。で、いろいろ探してたんですけど、全然ね、M249 はないんですよね。ベルト9段のやつはね、山ほど売ってるんですけど、まああれも別に欲しいとは思わないんで、で、まあ今回ですね、この MG3 はなんとか見つけたんですね。で、M249 の方も見つけたんですよ。ほんで、2つ頼んだんですけど、まさかのですね、M249 はね、エアコキが来るというね、電動でも何でもないね、エアコキが来ましてですね、もう詐欺や、写真詐欺です。いきなり。なので、僕の手元にはこの MG3 しかないという。まあ、物はね、側が違うだけなんでね、一緒だとは思うんですけども、まあ、ちょっとそこのところがね、ちょっと久しぶりにやられましたね、通販でも。いや、もうびっくりですね、本当に。今、まあ、性能的にはですね、まあ僕も気に入っているこの、ちょっと今これしか出せなかったんですけど、まあセミフル切り替えのですね、この優秀なダーツブラスター、まあ、こちらのですねセミオートをなくした感じのバージョンになってます。で、まあスケールはね見ての通りね、かなりスケールダウンされてますんで、まあ実物の3分の2ぐらいの大きさかな、もうちょっと小さいかなっていうぐらいの大きさになってますんで、まあ MG3 風 M4 って言った方がいいのかな、そんな感じですね。いつものもうなんちゃって仕様に仕上がっておりますね。まあ、実写性能もね、この前回紹介したのとさほど変わらないんで、まあ、どっちかというと、まあ僕はこのセミフル切り替えのやつの方が好きですね。で、あとこのねカートなんですけども、カートはですねこの今まで買ってたこいつのやつが使えます。マガジンはね使えないんですよ。もう全然挿入口が違うんで、長さが違うんでね。で、このね、かかりも全然違うんで、もう入っていかないんですよね。まあ、その代わり、カートリッジはこういう感じで、サイズ一緒なんですよね。一緒ってわけではないとは思うんですけども、まあ、リムの形もね、似てますから、とりあえずこの穴が違う感じですね。これが違うだけなんで、まあ、実際にこのね、今までのセミフル切り替えの方のやつを、言えますとですね、今怒られたかな、今怒られた、まあ、こういう感じでちゃんと廃墟されますんで、まあ、共用できるカートリッジですね。で、もう一つ種類出てるこの先がちょっとねボトルネック風になってるカート、ね、M4 でこのフルオートオンリーのやつもあるんですけど、あいつのは使えないですね。こう入ってってもここのリムの形状も違うんで、ちょっとねよく引っ張ってこないですね。なのでカートを使うんでしたらこちらの
セミフル切り替え式の方のやつを使ってもらえればとは思います。まあこれを買うかどうかは別なんですけどね。で、装填不良とか、あのね、周りがビヨーンってね、冒頭でやりましたけど、なんでかなと思ったらですねこれはあの今ちょっとテープ貼っちゃってるんですけども、これもう割れちゃってるんですよでこいつのせいで、まあ、要するにここが開きやすくなってこいつがね射出されるというそういう仕組みになってたっていうだけなんでね。なんで多分こいつがね球弾不良の原因になってるのかとは思います。なんでこの辺もちょっと外れでしたね。コッキングハンドルとかのねカバーはちゃんとねついてたのに、おマガジンがダメっていうね、何かあの一つダメなとこがあるというところが、まあ中華らしいところですね。まあね、前回紹介したね、あのミニ AK よりかね全然遊べますんでね、まあ、MG3 もどきですけども遊んでいて多少楽しめるかなって感じの仕上がりにはなってます。それでは簡単でしたけども、中華ダーツブラスター伝統廃墟式 MG3 の紹介になりました。面白いと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の変わった銃でお会いいたしましょう。